はいどうも、3度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は、先日緊急事態宣言が解除されて、少しずつ当たり前の日常がちょっとずつだけど戻ってきてはいるんですけど、まだお家にいる時間が多かったりしますよね。先日東京ディズニーリゾートさんのツイッターとかブログから、運営再開までのおうちディズニーがもっと楽しめる工作キットを紹介していたので、 KD チャンネルでも紹介していきます。実際に作った現物は見えてないですけど、ここにあって、今回ご紹介するソアリンの工作キットはとても作りがいがあって楽しかったので、よかったら最後までご視聴ください。今日は顔を出さないで工作メインで撮影していきます。まず東京ディズニーリゾートの公式サイトのブログの最新ページが、確かソアリンファンタスティックフライト工作キットのページだったので、まあそのブログを読んで、工作キットの印刷ができるところ、ダウンロードできるのを1枚2枚3枚4枚作り方の5枚印刷しましょう。今回の工作キットは用意するものがあります。まずカッターまたはハサミ、のりまたはテープ、色鉛筆またはカラーペンを用意しましょう。今回自分はハサミとのりとカラーペンで工作キットを作っていきます。まず1番目、印刷した書類を切り取り線に沿ってカットしていきます。それではハサミを使ってカットしていきましょう。まあちょっと時間の関係で、まあ、料理番組みたいな、あらかじめカットしたものも用意してありますので、今回はこちらを使っていきます。まずはこのソアリンのロゴから作っていきます。でこの点線によって種類が2種類あって、1種類2種類あって、それぞれを山折り谷折りにして折っていきます。それではまず上を山折りにして、でソアリンのロゴを谷折りか、ここを谷折りにするんだけど、あれって思いません？カッターじゃなくてハサミだけ使った場合って、ここってカットできなくて谷折りにできないんだよね。ってことはここを谷折りにしたい場合にはハサミじゃなくて、まあ、やっぱりカッターが必要なので、まあ、確実にいいものを作りたい方だったらカッターを用意しておいた方がいいかもしれないです。それでは上を山折り、下のここをカッターでカットして谷折り、でここも同じ線なので山折りにしていきましょう。こんな感じですね。次はカットしたこの3枚をのりしろでつなげて1つの絵にしていきます。のりしろをくっつけたら、まあ、ちょっと下がこっちくっついてないんですけど、こんな感じの一つの絵になります。わー、ディズニーシーに行きたくなる。そして次がこの下に「あう」「い」って書いてあるので、ここの「あう」「い」に合わせてのりで合わせていきます。はい、ということでこんな感じで工作キットが立体になりました。上空を見渡している感じですね。そして次にカットしたドリームフライヤーの色を塗っていきましょう。自分だけのいろんなレインボーとかオリジナルのドリームフライヤーを作ってもいいよね。自分は座席だけ黄色にしよっかな。こんな感じになりました。色鉛筆やカラーペンで
自分オリジナルのドリームフライヤーの色を塗っていきましょう。そして最後にカットしたミッキーシェイプの雲やドリームフライヤー雲を、このカットしたのりしろを丸めて一個ずつ裏側に貼っていきます。2つのパーツをくっつけたら、のりで好きなところに貼っていきましょう。ソアリンの雲は右側にしよっかな。この空いてるなんか入道雲みたいな感じイメージで、ドリームフライヤーはここにしよっかな。この間にしよう。こうしよっかな。はい、ということで工作キット完成しました。はい、ということで完成、こんな感じです。ちょっとあのノリを上につきすぎたかな、ここがちょっと浮いてるね。でも自分オリジナルのソアリンのこのなんていうんだろう、景観というか工作キットが作れていて、オリジナルドリームフライヤーの色も塗れるし、とっても楽しかったです。このいいよね、この視聴者っていうかカメラの目線というか、この画像がなんか東京ディズニーシーを空から見てる感じが、早く行きたいなって気持ちになります。はい、ということでソアリンの工作キット完成しました。すっげー作っていて、もうソアリンの気分というか、作りながら行ってるような気分になれて、作った満足感でとても気持ちが上がってしまいました。かかった時間はカットするのに、あの青線を結構細かくハサミで切っていって、だいたい25分ぐらい、カットに25分、作るの自体はもう山折り谷折りとかだけと糊で貼るだけなんで10分ぐらいかな、15分ぐらい、合計40分ぐらいで作ることができて、本当に作っただけでもちょっとディズニー気分を味わえたりできたので、まあいいんだったらそれこそね、メディテレーニアンハーバーの BGM 流しながらだったら余計ディズニー、余計というかかなりディズニー行った気分にもなれるし、運営再開したらソアリンに乗りたくなりました。用意するものと印刷さえできれば簡単に作れるので、よかったら親子でも挑戦してみてください。とても大満足です。また時間があったらお家で楽しめるディズニーの動画も投稿していきますので、楽しみにしてもらえると嬉しいです。本当にこの東京ディズニーリゾートさんがこんなお家ディズニー楽しめる工作キットを用意してくれて本当に嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter と Instagram、動画の概要欄、あと TikTok も貼ってあるので、よかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。もう、ソアリン気分。